こうちゃんです。劇団四季時代にキャッツと共演してたんだよね。そう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 。キャッツではキンブルシャンクと共演してましたし、はい、他にもね、いろいろオーラスラインではホールをやってましたから、ファミリーミュージカルとかでも主役のとこやってた。そうですね、やりました。すごいよ。そういうのもっと言ってた方がいいよ。自慢していた方がいいよ。自慢して今日はですね、はい、そんなこうちゃんにクイズを出したいと思います。クイズですか。こうちゃんより早く解けるかキャッツクイズ。キャッツに関するクイズを僕が用意しました、はい、今から映像を出します、うん、こうちゃんはその映像を見て早押しボタンで分かったタイミングで答えてください。大丈夫かな。だからこうちゃん対視聴者みたいな形で。なるほどなるほど、はい、だから視聴者の皆さんとしてはやっぱり元キャッツ出演者であるこうちゃんより早く解けたら、うん、もう自信が持てるじゃないですかね。あの時を思い出してはいちょっと解いてみてください。わかりました。ということでね、やってみたいと思います。はい、もう一瞬で解きます。一問目はですね、キャッツ擬人化クイズです。キャッツって、まあそのいろんな性格の猫がいるじゃない、うん、人間にもいろんな人がいるじゃない、うん、面白い人とか優しい人とか頭がいい人とか。今から僕が人を演じてます。はい、ピーって。あー、はい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 。で、これは鉄道会社の人だったって思ったら、はい、パン、スキンブルシャンクスって答えてほしい。なるほどなるほど。だから、オールドディトロノミーが答えだったら、はい、長老、長老を演じてます。ミストメリーズ。正解です。素晴らしい。なんで分かりましたか。いやもう見ててね見ててねってこの手の使い方で。あ、素晴らしい。よかった。いやなんか1問目はミストメリーズにしたからさ、はい、ああなるほどなるほど。いやなんかこれでなんか全然違うんで言われたら俺ミストメリーズやーって言おうと思ってたから。いやこれしかもすごい早い。本当に。うん、あ、やった。これこうちゃんより早く解ける人あんまりいないんじゃないかな。今のはまあ、うん、ちょっと例題みたいなところもあるんですけど。なるほどなるほど。今度はちょっと難しいです。いきます。はい、よーい。はいはいはい。マンゴジェリー。ブー。残念。なんか盗んでたじゃん今。いや違うんだよ。盗んでないんだよ。カーバゲッティ。素晴らしい。大正解。紳士的に振る舞ってる。振る舞ってて、で途中で、ああそんな重たいものは私が持ちますよ。あ、そうだったんだ。みんなの意見を総じて聞くと、うん、やっぱりカーバゲッティは作中で一番踊ってるらしい。ああ、やっぱそう。ミストフェリーズよりも踊ってるし、マンゴージュリーとかにも踊ってるらしい。へえー、そっか。くー。残念ですね。まあでも一問正解したんで。ダメでしょ。ダメでしょ。これまだ挽回のチャンスがありますから。はい、キャッツ IQ クイズ。いやいや、佐野さんといえば IQ ですけど。いやいや、そんなことないけど。今度はもう出演者ぐらいしか分からないような難易度です。きらめきクイズ。だからちょっと見てる人を置き去りにしちゃうかもしれないけど、解ける人は解いてって。でもキャッツはリピーターの方もすごい多いじゃないですか。そうですね。だからもう本当僕たち以上にキャッツに詳しい方もいっぱいいらっしゃるんですよ。何十年も前から見てるっていう方もいるので、まあ、そういう方もちょっと挑戦してみてください。はい、それではやってみます。問題。はい、ハテナに入るひらがな一文字は何でしょう。ここまでです。ちょっと待ってちょっと待って、この順番に意味があるんですか。まあ私は何も何も言えないです。ちょっと待って、1回目で解けた人がいたら、うん、もう相当すごいですよ。全然わかんない。もう1回見てください。もう1回お願いします。はい、
わかんない。うやおだはてないそ。ちょっと待って、うやおだいそ。ヒント1、矢だけ、まあ、ちっちゃい矢、ミニ矢。あー、この映像は、うん、キャッツの舞台上を表してます。うお、だから多分その舞台上のセットとかだと思うんですよ。はい、でもちっちゃい矢。じゃあヒント3、はい、ハテナは、うん、全視聴者の中でこうちゃんが一番関係ある。ラスト、ラスト、ごめんなさい、ラスト、いきますよ、はい、ラスト、ハテナはこうちゃんです。僕、わかりました。そしてこれやってください。はい、な、一番最初のナンバー、ジェリクルソロのチビソロですね。だからちっちゃいのね。そう、シラマブだから、シラマブだからちっちゃいんですよ。うわあ、すごい問題だこれ、いい問題。ということでね、こうちゃんはまだ5分くらいでください。だから5分以内に分かった人はもうこうちゃんよりひらめいた、ひらめいてますね。なるほどなー。でもね、クイズっていうのはね、はい、ダメなんですよ。毎日僕とこういう遊びしてれば、ああ、なるほどねってなってくるんですけど、定期的に、定期的にキャッツクイズやります。キャッツクイズ最後の問題は、本当にキャッツを何回も見たことある人しかわからない、すごい狭い人を対象としたクイズです。そうですね。キャッツの映像クイズをやってみました。はい、こうちゃんとして一番思い出残ってることなんかありますか？やっぱりあの列車のシーンですね。あそこからの景色忘れられないです。全然ミュージカルに興味ない友達がキャッツに来てくれて、うん、やっぱあの電車のシーンは覚えてるって言ってました。やっぱそれぐらい印象的なシーンだし、うん、やっぱすごい楽しい。キャッツはやっぱ素敵な作品ですよ。はい、今もね、福岡で上演してますけど、見に行けたらなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。皆さんよかったらね、こうちゃんのチャンネルもありますので、はい、ありますので、はい、ぜひそちらの方も登録お願いします。お願いします。そして僕の方も、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またね。